はい、こんにちは。今日はね、京急の小安駅に来ています。駅から踏切を渡りまして、まっすぐ行くと第一京浜ですね、国道15号線こちらから小安の町の中に入っていきたいと思います。第一京浜から路地を入りますと、細い道が迷路のように連なっております。そしてこのように年季の入った家屋でしょうか、物置として使われたのでしょうかね、こういった建物も残っております。小安はかつて横浜を代表する漁村だったんですけれども、昭和46年、まあ、およそ今から50年ほど前ですね、漁業権を放棄しました。小安の浜の工業化とか埋め立てによって魚を取ることが難しくなってきたんですね。漁業権を放棄した人々は他の仕事を探したり、またあるいはこの地を去ってね、他の土地で生活の糧を求めるようになりました。しかしながら今でも漁村の面影は色濃く残っておりまして、町の至る所に井戸を見つけることができます。これはかつてね、海岸で取ったシャコとか魚介類をここで洗っていたわけですね。細い路地がね、いろいろありますので、どっちに行こうかとちょっと迷ってしまいますね。まあ、とりあえずこちらの方ちょっと行ってみましょう。まだね、路地に入ったばっかりですけれども、迷路のようにね、入り組んでますね。そしてこの先何があるのかというと、はい、稲荷神社がありました。なぜこんな街中に稲荷神社があるのかよく分かりませんけれども、これも何かね、かつて漁村であった名残なのでしょうか、お稲荷さんが祀られております。神社の名前は浅間神社というのでしょうか、浅間神社ではありませんね、多分浅間神社というのだと思います。さて、それじゃあね、またちょっと路地の方入っていきたいと思います。本当にね、迷路のようになっていてかなり細いんですけれども、何があるのかなという感じですね。で、こちら左側なんですけれども、はい、ここ、空き地になってます。おそらくかつては民家があったところだと思うんですけれども、今はこうしたね、バイクとか自転車、これは不法投棄物ですね、ゴミが捨てられております。こちらの右側の空き地は綺麗な更地になってますね。で、四つ角がありまして、これはどちらに行きましょうかね、どっち行っても細い路地ですね。はい、それではね、ちょっとじゃあ右の方行ってみたいと思います。街を歩いていて気がつくんですけれども、あまりね、人の気配はないですね。私がこうやって散歩していても、人とすれ違うことはほとんどありませんでした。こちらの左側にも古い家屋がありますね。これは戸も閉められておりまして、表札も外されて、人が住んでいる気配はありません。おそらく廃屋だと思います。まあ、植木鉢とかはね、まだ並べられているんですけれども、水道管もカットされておりますし、人のいる気配はないですね。で、ここにね、電気のメーターがあるんですけれども、これももう外されて、動いていませんでした。これですね、電気のメーターもありません。で、街中を歩いていると、まあ当然人は住んでいる家が多いんですけれども、もう人の気配をね、感じないようなお宅も結構ありますね。で、おそらく古い家屋で人が住んでいないというところは、漁業権を放棄した時にこの地を離れていった人のお宅ではないかと思います。こちらにも井戸がありますね。こちらの井戸は災害用と書かれておりましたので、実際に使える井戸だと思います。はい、それではさらに路地を進んでいきたいと思います。道路に黄色い線が塗られているんですけれども、これは段差を示す線ですね、夜間などにつまずかないように引かれている線だと思います。こちら右側のお宅ありまして、こちら入る路地がありますので、ちょっと行ってみたいと思います。私は地図も持たずに、ただうろうろしているだけなので、どこをどう歩いているのかさっぱり分かりません。どこを歩いても同じようにも見えますし、また全く違うようにも感じられます。不思議な道ですね。そして路地を進んでいきますと、なんとね、これ先ほどの浅間神社のところに戻ってしまったんですね。この辺ちょっと一周ぐるっと回ってしまいました。こちらですね、さっきのところですね、ここは。はい、それではね、別の道を進んでまいりましょう。こちらの右側のお宅もちょっと人の気配が感じられませんね。人の気配が感じられないお宅が続いております。この
この辺はかつて漁業をされていた方のお宅なのでしょうか。家屋の作りも昭和の中頃30年代ぐらいに建てられたものではないかと思います。少し広い道に出ます。こちらが小安の浜通りになります。運河に面している道ですね。町の中には至る所に井戸があります。全部で15個ぐらいあるそうです。そしてその井戸の中にはね、浦島太郎が足を洗ったという井戸もあるそうです。ちょっとあんまりね、数が多くて、どの井戸が浦島太郎が足を洗った井戸かというのはちょっと分かりませんでした。こちらにね、災害用井戸というのがあります。このような細い路地を行くとですね、やはり井戸がこちらの方にもあります。この井戸はね、割と綺麗な井戸で、なんか生活用水として普通に使われているんじゃないかなっていう感じもしましたね。バケツもいっぱいありますしね、なんか現役で頑張っている井戸じゃないかと思います。このようにね、災害用井戸という表示が至るところにあります。こちらの井戸もね、ちょっと見てみましょうかね。なかなかね、この細い路地がなかなか味があっていいですね。でカメラで見るとかなり細く感じるんですけれども、実際にはね、これよりもうちょっと広いです。カメラだとちょっと狭く見えちゃうんですね。もうちょっと広い道でした。はい、それでもね、狭い道を進んでいきますと、どこに出るんだろうなと。これちょっと歩きながら心配したのはね、公道と私道の区別がどのあたりにあるのかなっていうことがよくわからないんですよね。おそらく全て公道だとは思います。私道であればここから私道とかね、そういった表示があるかと思いますけれども、そういった表示はね、ありませんでした。ちょっともうこの辺まで来るとね、どっちに行こうかなっていう感じですね。どっちに行ってもなんかね、面白そうな感じ。あ、猫がいますね。この町は非常に猫が多いですね。たくさん猫がいました。でもこういう町はね、見ているだけでもなんかちょっと懐かしい雰囲気がしますよね。なんかどこかホッとするような、そんな不思議な感じのする町です。このお宅なんかもね、もう結構壊れかけちゃって人はいないと思うんですけれどもね、それでもなんかね、懐かしいっていうかね、ちょっと和むような雰囲気もありますよね。ちょっと不思議な感じがする町です。この狭い道、はい、こちらの先ちょっと行ってみましょう。ここにね、井戸がありました。やっと見つけました。こちらのお宅もかなり年季入ってますね。でこの井戸はなんか錆びついて使えそうもないですね。もうクモの巣が張ってますのでね、おそらく水は出ないと思います。はい、左側のお宅もね、結構ね、でもカーテンがあるから人がいらっしゃるかもしれません。ただこの先の左側のお宅はちょっとね、人の気配はもう感じられないですね。もう明らかに人は住んでいないうちだと思います。はい、そしてここが、小安の浜通りですね。浜通りの先はこのような運河になっております。町を歩いておりますと、新しいお宅建築物もあるんですけれども、右側のね、お宅のようにかなり年季の入ったっていうかね、もう昭和の中頃ぐらいの建物がかなり残っているんでね、もう街を歩いているだけでもね、まあ、一種の昭和村みたいな雰囲気がありまして、非常にね、懐かしい香りっていうかね、思いがいたしますね。こちらは船のドックですね。右側に船の穂先がわかるでしょうか。こちらで船を修理しているようです。そしてまた細い路地が続きます。そしてその路地の先には、まあ、やはりね、井戸があります。本当にね、井戸が多いですね。このようにね、そこかしこに井戸を見つけることができます。そして町の中にはこのように石で作られた倉庫、石蔵というのでしょうかね、立派な倉庫が残されております。そしてこちらのお宅もかなり立派ですね。よくわかりませんけれども、元網元さんとかそういった方のお宅だったのでしょうか。その立派なお宅のすぐ近くに空き地がありまして、その隣に古い家屋がありまして、そしてまたその隣に井戸がありますね。そしてこの井戸の隣の建物、この灰色の建物なんですけれども、こちら銭湯なんですね。井川湯とあります。こちら営業してるのかなと思って張り紙があったんでね、見てみたら
土曜日が毎週お休みのようで、それ以外の日は営業しているようです。ここを訪れた時は2時半ぐらいだったんでね、まだね営業はされていなかったですね。おそらく夕方からだと思います。猫がね私の方を見ております。逃げませんね。この辺の猫はね、人懐っこい感じがしますね。全く逃げないですね。あと毛づやとかね、色つやいいですね。体格もいいし、おそらく地域の住民の方に可愛がってもらっているのではないかと思います。猫にもお気に入りのお宅があるようですね。このお宅は猫がなんかね集まってますね、喧嘩もしないでね、仲がいいみたいですね。はい、それでね2匹揃って不思議そうに私の方を見つめておりました。まあカメラを持っているおじさんがねちょっと珍しかったのではないかなと思います。はい、今日はね昭和の香りが色濃く漂う小安の浜通りを散歩してみました。まあ元ね漁村ということで、その名残は多分に残っていますね。次回は引き続きまして小安の運河の方を見ていきたいと思います。今日は最後まで見ていただきましてありがとうございました。またよろしくお願いします。